オンリーワンチャンネル。はい、それでは後半に、ね、入らせていただきたいかと思いますが、はい、いやこれもズバリというか、はい、伺いたいのがその人生のテーマってどういうふうにお考えになっていらっしゃるというか、はい、そこをぜひ伺いたいんですけど、そもそもですね、会社の経営していると会社の、まあ、理念とかね、はい、あると思うんですよ、うんうん、で、もともと会社の理念っていうのは企業理念があって、まあ、会社としての在り方ですよね、うん、で社長としてのやり方として経営理念っていうのがあったりしますよね、はいはいはい、でそれが、まあ、社長さんが考えて作るケースでが多いんですけども、うん、で我々はですね、こう企業理念はこれ従業員さんと一緒に考えて作るという、はい、まあ、まさにボトムアップで作っていく、うん、作り上げたものについてもちろんこれはですね過去の歴史上の、前先代社長さんの声も反映させながら作った上でっていうことですけど、はい、新社長がそれを噛み砕いて今の時代のやり方にっていうことで経営理念ってことでワンセットなんですね。なるほど、うん、しかしそもそもですよ、ビジネスっていうのは一人一人の人生の中でどういうその、まあ、立ち位置なのかってことが大事だと思うんですね。で会社の経営はそもそも一人一人の人生観の先にあるものであり、はい、あるわけですから、企業理念や経営理念ではなく、うん、その前に人生そのものの理念が必要なはずなんですよ、はい、で人生理念ということで、うん、人生そのものの理念を経営者も全ての従業員さんも作った上で人生理念をそれぞれ個々が持っている状態でしか企業理念や経営理念を話し合えないはずなんですね、はい、うん、これを最初に構築してスタートを切る、ね、なるほど。ちなみにこの人生理念というのは今ですね日経新聞等々で話題になってますけど、はいはい、これうちの商標です。はい、うん、で当時からずっとやって人生理念セミナー人生理念研修をやって、うん、ここの人生理念人生設計を作った上でということなんですね、はい、でまあそういう意味では例えばですね、まあ、ワークライフバランスとかよく言うじゃないですか。僕も大反対なんですね、うん、そもそも、ワークライフバランスってこの、まあ、いわゆるプライベートと分けましょう的な、はい、いやいや人生観の中に仕事ってあるでしょって、うん、仕事観の中に人生があったらこれ仕事で支配されてるってことでしょ、はい、ってことは僕は人生観人生の自分のテーマがあった上で仕事があったりプライベートがあったりすぎないんだから、うん、ワークライフバランスじゃなくてワークインライフに切り替えなきゃダメだなと。なるほど。これをですね、まあ、そういう意味での全てを包括した人生のテーマを一人一人が持つべきだと思うんですね、うん、でまあ、僕はもうこの人生のテーマ僕のねテーマに過ぎませんけど、はい、感動を作る側に回るってのが僕のテーマなんですよ、うん、はい、で子供の頃にですねそれこそ、ラジオの DJ になりたいっていう夢がありました、はいはい、で東京に来てそういう学校に行きました、うん、で、結果的にはね先ほどもお話ししましたが叶わない中で自分が仕事をすると仕事で結果が出たわけですね、うん、まあ、ある種の成功みたいな。でもね心の中なんかこう全くこう楽しくないというか、うん、でお金じゃないよなってなんで何のために俺この仕事やったのかなっていうことをずっと紐解いていった結果ですねどうやらラジオの DJ になりたかったっていうのが何のためなのかっていう目的探しをした時に、はいはいはい、ラジオの DJ から子供の頃若い頃にいっぱいメッセージをもらって感動したならば、うん、俺大人になったらラジオの DJ になりたいと思ったのがこれ目的じゃないんですよ。手段が DJ だったんですね、はい、目的は感動を与える側に回りたいなんですね。ハッと気がついたんですよ、はいはい、28区の頃です、うん、ってことは俺今当時ねガードマン屋さんやってました。ガードマン屋さんでも道路工事のガードマンでも感動を作る側に回れるじゃんって、うん、ちっちゃい感動を俺毎日作ってるよね、うん、でいろんな商売それぞれ感動を作る側に回ったらどれだけ楽しいビジネス楽しい人生になるんだろうか。これ自身が俺の人生のテーマだ。なるほど。これね言い始めたらねあっという間に人生変わりました。で独立、はい、そしてコンサルビジネスでいよいよラジオ番組に自分自身が登場して、うん、それを実現させた時に、はいはい、あれ夢って叶うんだなって、うんうんうん、だから人生の大テーマを決めてそこに向かっていけばいくほど僕らの夢は人生のテーマの中にあるに過ぎないから、はいはいはい、夢叶っちゃったんですね、うん、ですから僕の最大のテーマは感動を作る側に与える側に回りたいってことと同時にもう夢が自分の夢は叶えましたから、はいはい、これから先はですね同じような体験体感を僕以外の方々に一人でも多く作っていく、うん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 、つまり感動を与える側の仲間を増やしていくことをもうセカンドドリームとして
所詮僕の夢が叶っても夢かけ1なんですよ、うん、これが、まあ、クライアントもそうです、お客さんもそうですし、関わった方々もそうですし、たくさんの方が夢かなったって言ったら夢かけ100とか夢かけ1000とか、はい、なった方がこれ楽しくないですか。そうですね、まさしくそうです。なんで僕はもうね、すいません56になりましたが、うん、あの過去最高にワクワクしてます。オニワンチャンネル。まあ、じゃあその中の、シノさんしかないオンリーワンは何ですか。そうですね、 僕の中のオンリーワンはやっぱり一つその目的と手段を間違えないってことですかね。あ、まあ、その、まあ、ゆえんというか、あの何のために遊ぶのか、例えば旅行に行くっていう時に、うん、じゃあ箱根に行こうとかね、伊豆に行こうとかあるじゃないですか、はい、それこそ、ね、新潟に行こうとか、はい、でもそれってみんなでどこに行こうかって手段でわーわーなる、はい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 、そもそもこの旅行の目的は何ですか。家族が仲良くなるためっていう目的が決まれば、はいはい、どこの旅行地でもよかったはずに、みんなが場所で揉めるわけですよ。なるほどなるほど。と同じように起業しようって時に集まった方々がうどんがいい、そばがいい、イタリアンがいいって揉めて割れていくわけです、はいはい、いや 何のために集まったのって、お客様に本当にね美味しくて安全な食材で、食べてもらいたいんだであれば、そこじゃなくてオーガニックだとかもっと違うところに行くはずなんですよね、うんうんうん、と同じで会社経営であろうが、全て何のためにやるのかって目的さえ決まれば、はい、何をやってもいいし、どんなところに行ってもいいし、うんうんうん、だから目的は一つ、手段は無限にあるということをですね、うん、常々忘れないようにすることが、はい、大事だと思うんですね。なるほど。そうするとスタートアップの段階で目的があって手段があるという、こういった設計をするんですけど、うんはい、逆にですね、これから、まあ、もっともっとその世の中もそうですし、組織もそうですけども、揉め事が多いと思うんですよ、うんうん、揉め事が多くなった時にどうなるかというと、やっぱり中のバランスを取る必要がある、はいはいはい、そもそもこの組織は何のために存在してたのっていう目的を見失ったから、ここの手段手法で争うわけですよね、はいはい、まあ、多分戦争もそうだと思います、うん、お互いの国の事情をぶつけてるだけかもしれませんけど、うん、そもそも目的は何ですかと、うん、世界が平和ですって言ったら戦争って何でやるのっていうことになるわけで、目的を見失うからこそそうなってるのは、そもそも目的から始まってないということで、うん、僕は何のためにやるんですかの始まりをしっかり決めた上で、やはり手段はもういろいろアイデアを出しながら、うん、そのためにも必ずこの軸を失わない、はい、ということをですね、自分の中の、まあ一番大事にしてる。いやでも僕今本当に聞いてて思いましたけど、まあ、究極の俯瞰者ですね。こう本当にこう外からこう見れる位置のその目のそのなんていうかこうパフォーマンスというか、そういったものは群を抜いてますね。ありがとうございます。ふうに私は感じさせていただきましたけど、なんか嬉しい。いやいや、でも本当になんかあすごい、今お話ししててもこうなんか自分でこう喋られてるじゃないですか、まあ、もちろんラジオのご経験も、ねね、あるってこともありますけど、喋ってながらもう一人の自分がいながらお喋りになられてる、ね、そうですね、その感覚はありますね、うん、だから自分をどうプロデュースしていくのか、はい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 、そういう二重構造で常にあのいろんなシーンでね、うん、関わってるっていうのは、もうこれは昔から意識してましたね。それはもうすごいの群を抜いてると今あの思いました。私は例えばだからこうね、物事を進めるときにロジックで 1,2,3 って決めて進めてますけど、うん、やっぱり何が起こるか分からないんで、直感的に判断してそこの設計を壊すことも、はい、いつもこうね2つ持ってるときとか、はい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 、そういう価値観、まあ、そういう感覚ですよね、うんうん、はもうあの、まあ、あったちょっとあの分裂症なところがありまして、まあでもそういうところのそのなんか本当にあのまあ、フィーリング感覚ですよね、うん、っていうのはすごく大事なあのエッセンスだと僕は思うので、あとすいません思ったりもしたわけなんですけど、多分僕がラジオ番組やってる時にもですね思ったことがあるんですけど、僕がラジオ番組のこういろんな切り回しをするじゃないですか、はい、あの時もものすごくその終わった後にね、あのゲストさんの中で喜んでもらったり、はい、そんなこといろんな仕事もそうですね、うん、で今ねあのおっしゃってもらったこと、僕これって過去体験の中から生まれてる、もちろん自分のベースもねあるんでしょうけども、うん、親に感謝でありご先祖様に感謝の DNA もあるでしょうけども、やっぱり過去体験の中にいろんなものが僕を磨いてくれていて、そこで大事だなと思ったのは、あの道路工事の現場で一生懸命汗流して若い頃に交差点の真ん中でこうやってやっただけですよ、はい、
でそのやってた人が足りない、しかも何人も本当にいなくならないところを1人か2人しかも、できなかったので手信号でこうやってた時代があったわけです、はい、周りの人にはまあ笑われたわけですよ、あんな仕事やってバカじゃないのっていう。でも僕はその体験が後々いろんな形を変えて、自分の感覚にこうどん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 染み込んでいって今があるんだなっていうのをですね、振り返る瞬間がこう、はいはい、ぜひですね、あの汚れ仕事、しんどい仕事、きつい仕事、他人から笑われる仕事っていうのがもしね、あの取り組んでる若い人がいたならば、必ず宝になりますよね。ぜひその感覚磨いてください。いやでも本当にあのその時代 の, その背景というか中で、なんかそれなんていうか、まあ、いわゆるヒールの部分がヒーローになる場面もすごく多いじゃないですか、まあ、いわゆるあのパフォーマンスポリスみたいな、はい、ああいうのって何って話があったところが、実はそれかっこいいってやっぱなったりもしますよね。だから結局だから自分に自信を持ってやれたかどうかってことですよね、多分ね、そういうことって。いやすごく素敵。オンリーワンチャンネル。あ、じゃあその中 の,、まあはい、あの先ほどもちょっと出ましたけど、あの今後の展望というか、はい、っていう部分はどういうふうにお考えですか？そうですね、あのやっぱりこう 自分に光を当てるということの欲からも完全に抜け出して、うん、はい、どうすれば他人に、ね、何を当ててあげられるのか、多くの人が、ね、活躍する場を作ってあげられるのか、っていうことをに注力しながらも、はい、同じようにスポットを当てられる人作りをしていきたいと思いますね。そういう中でこれから先は誰かが独り勝ちする時代じゃなくなると思うんです。ますます世の中二極化していきます、はい、で、収入が低い層、中小零細、我々もやっぱ助け合う時代に必ずなっていくと思うんですね。でこの助け合うってことが経済だけではなくて全ての面によって助け合っていく、はいはい、そういったですね時代にもうならざるを得ない、なので、本当にですね、たくさんの方々とつながっていきたいなと思ってますし、はい、その、そういったね、助け合いの次の時代に向かうしかも、多分手段がなくなるような、そんな気がしています。で、ちょうどですね、僕はラジオをね、あの先ほどお話をさせてもらったラジオをずっとやってきましたが、はい、コロナになって以来、いや実は僕自身もね、去年の4月コロナに感染したんです。まあ、あのしんどい思いしました。はい、でその後やっぱり番組自体もねあの止めたんですね、はいはい、で局の方からもいろんな制限があって、何人しかダメとかマスクしなきゃダメとか、どこの地域の方入れちゃダメとかいろいろこうあったんで、はいはい、これはねお客さんあの、まあ、お客さんとかそのゲストさんに迷惑かかるなと思ってね、番組一体全部あの九州の番組も止め、はい、全部止めたんですよ、止めたことによってこの間どうしようかって言ったら、もう一回ね自分の考えとかビジネスとか人脈とかを再構築する時間で、もう一回そのコロナのある時期が出てきた時には全てのこれまで蓄積したものを出すためにも、はいはい、今ちょっとですねオフの時間に入ってますが、オフですが明日でマグマはですねどん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 こうね、広げてますよというところで、もしねあのまた番組を期待されてる方がいらっしゃったら、はい、どこかの流れでですね、じわっと登場したいと思ってますので、どうぞご期待いただけたらと思います。そのなんていうのかな、またこうなんかリニューアルされたそのラジオみたいなものの中の新藤さんを僕はぜひ、ね、見てみたいというか、第1号のゲストで、ああ、ありがとうございます。ぜひぜひあの私でよければ、はい、あのぜひご視聴いただけたら嬉しいなと。いやもうすごいオファーをいただいてしまいました。ありがとうございます。まあ、あの本当にまだまだですね、お伺いしたいことたくさんあるわけなんですけど、はい、それはまた別の機会で、まあ、それこそラジオで、はい、そうですね、でもですね、お伝えできたら嬉しいなというふうに思っています、はい、あの本当に多岐にわたるですねご活躍されていらっしゃいますので、あのこちら概要を載せておきます。ぜひ、ね、ご覧になっていただきたいなということと、もちろんあの YouTube というところもありますので、はい、チャンネル登録、そしてあの高評価ボタン、そしてあのコメントですね入れていただけたら嬉しいなと思っています。じゃあ最後に、はい、リスナーの皆様、視聴者の皆様に一言メッセージいただいてもよろしいですか？はい、はい、まあ、こう今現在ね、あのもしかするとコロナにおいてものすごく調子がいいって業界の方もいらっしゃると思うし、逆にものすごくしんどいんだってこともいらっしゃると思うんですよね、はい、でもコロナだったり経済であったりってところ、まあ大きな流れもそうですけど、変えられないものってあるじゃないですか、多分ほとんどが変えられないと思うんですよ。そういう中で何は変えられるのかってことに注力するしかないと思うんですね、はいはい、僕ができることは何かっていうと、やっぱり未来を変えたい、未来変えたいなら今の自分の行動を変えるしかないんだなとか、もう本当にできることだと思うんですね。もしかするとこの嫌だなという感情はコントロールできないならば、嫌だなという感情を顔に出さずに、ニコニコ笑顔で、関わっていくとか、例えばですね、人
人様のがいない時に、いない時にこそその人のことを褒めてあげるっていうことで組織が変わっていったり、世の中が変わっていったり、まあ、陰で褒めるの陰褒めって言って、これ実はですね、鴨頭さんにないんですよ、これ僕が言い始めたんですよね、はい、実は、はい、っていうね、まあ、そんなこともあるんですけど、うん、っていうね、自分ができることが何なのか、できないことはあえてもうコントロールできないものには注力しない、はい、っていうところでですね、チャレンジをしていけば必ず努力と結果は時間がずれておきますから、うん、必ず素晴らしい未来が待ってますので、はい、一人一人がねチャレンジしてみたらなと思います。一緒に頑張りましょう。本当にもうなんか私に何か言われてるような、そんなことは本当に生意気ながらすいません。いやいや、とんでもない。多分これはね、多分熱いメッセージが皆さんに届いたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ということで本当にですね、まあ、これから の、はい、ご活躍ますます楽しみにしておりますので、はい、ぜひ私たちも本当に何とかな、もう表にというか、はい、出てきてほしいなというふうに。裏的にですかね、こう光を当てながらとかいや、まだ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 役割も多分あられるかと思います。はい、まあ、ということで今日はビジネスの軍師でいらっしゃいます新野明秀さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。